タロケンはすごすぎる、形にとらわれないって感があるんですよね。すごすぎるから興味あります。まあそうやって言われると俺はだよね。タロケンはすごすぎる、形にとらわれないって感があるんですよね。すごすぎるから興味あります。逆に言うとその形っていうのは誰が作ったのって話なんで、だからそこら辺難しいよね。まあそうやって言われると俺は独学だよね、自己流だよね。全部今まであった形にとらわれてるパターンで言うと、形にとらわれてる人たちのが言ってることが難しいと思います。僕の言ってることの方が簡単だと思います。同じ物事があったとしますね。何でもいいんですよ。掛け算があったと、掛け算を知らない子がここにいたとするときに、プロっていうのはやっぱりその掛け算を一つはなんとなくできてる、あれできたっていう風にさせてあげるのがまず一つ目。もう一個は掛け算っていうのをより簡単な方法で、簡単な言語を使って簡単に伝える、この2個だけ、ほんとこの2個だけだと思います。でもあとは僕の強みとすると、そこの2個とあとは見せれるね、これ3つぐらいだと思いますよ。どっちが上とか下とかないんだよ、どっちが上とか下とかないんだけど、でバドミントンで見たらさ、やっぱりさ、どっちか上か下かって言ったら、その考え方的には多分俺の方が知識は豊富だと思うんですよね。だから逆のこと言うと、俺目線で言っちゃってもみんなわけわかんないからね。リー・チョーヨンがすごいのは、あのタイミングで前を詰めに行くとか、あのタイミングで行くからすごいんだよ。わかんないでしょ。どういうことみたいな。どのタイミング、何の話って話じゃん。だけどそのタイミングをやらないといけないのは、ここを気をつけてやらないといけなくて、なおかつそういう風にするとこういうメリットがありますよっていうのを瞬時に僕の場合話せるんで、そういうとこじゃない。だって見てて思うでしょ、あれできてねこの子みたいな、なってると思うでしょ。でもその理由は分かんないじゃん、だから教えさせてないんだよまだ、その理由が分かればじゃあちょっとやってみなとかなるんだけど、あな、すげえなってるじゃん。でも俺そんなめちゃくちゃ難しいこと言ってないでしょ。でこれが最も難しいのが、僕がやればいいわけじゃないんで、ね、お客さんができるようにならないといけないんで。でもね、大体僕のレッスンに来られる方もそうだし、いろんな方僕見てますけど、ね、お悩みの原因とかね、できないこととかの原因っていうのは、大体僕より難しく考えたり、大体僕より難しいことしてるからできないんですよ。今日の五島列島のヘアピンでもそうじゃない、最初届いてないんですよ。みんな入ってもめっちゃ浮いてるみたいな。その子はどんなヘアピンしてました、最終的に。あれやってんの僕じゃないんで、やってるの子供たちなんで。なんであれができるかっていうと、僕の言ってることの方が簡単なので、まあ、そこに即効性があるかなと。逆だったら時間かかるんですよ。あの子たちのやってることの方が簡単で、僕の言ってることの方が難しかったら、難しいことをやらないといけないんで、そこに時間を費やすわけですね。難しいことをやるんだから。でも全部が全部簡単じゃないからね、時には難しいことも僕が伝えたりしますよ。その子が望めばね、じゃあ僕のねクロスヘアピン打てますかって言われて、打てないでしょ。僕のねロビング打てますかって、お前見てるじゃんいつもね、無駄ないでしょ、でクロスネットなんか別にクロス見なくても入ってるでしょ。じゃあネットインするよってネットインするでしょ俺。それが必要不必要っていうのがもう俺瞬時に説明できるんで、もうしょうがないっすよ。だってもうバドミントンめちゃくちゃ考えてやってきたんだ、もうそこに尽きない。この人もともと知ってんだなじゃないと思うよ。この人めちゃくちゃバドミントンのこと考えてきてるなって思わない。俺絶対感覚派的な、俺感覚派手だと思われてるのね、絶対センス系天才系だと思われてるの。絶対みんな結構多いと思うよ、俺のことそうやって思ってる人。でも実際全然違うね、全然違う、理にかなってるでしょ全部。なんでかというと、なんで理にかなってるかっていうと、負けられない立場にいるんで、確率 100% 中 70% が出るやり方をしちゃダメなんですよ。絶対負けられない試合で 30% 出たらダメじゃん。でも 30% だと結構出るくない？ 30% だったら結構出るくない？ワンチャン出るくない？だから3回やったらいけてんだよ。そういうことをやらないように僕はやってきたんで、まあそれはもうあんまり喋ってもダメだからね、もうレッスン呼んでくださいって感じだよね。もうそれに関して言うと、お金を稼ぎたいとかそういうことよりも、多分その、まあ、子供たちは正直そこまで、ね、分かんないかもしれないけど、そのありがたみがね、そういうのって多分親御さんが出すじゃん、分かんないかもしれないけど、どうせトップを目指すんだったら絶対必要だよね、必要でやっといた方がいいよね。あとは無駄な要素を僕取るんで、興味ある方はあの陶芸オフィスの連絡してください。子供とやるときは子供より騒いでなんぼだからね。なんか合わせようと思っても無理よ。子供より騒いで、子供がそれに対して合わせるから、子供は合わせれるから、大人に対して。俺逆だと思うんですよ、大人は子供に合わせれないと思うんですよ。これ結構名言ですよ皆さん。
子供は大人に合わせる、大人は子供に合わせれない、合わせてるっていう風に見えてるかもしれないけど苦痛になってるでしょ、合わせてる時。子供は苦痛じゃなく苦痛に合わせてくるんで、だから子供より先走っちゃえばいいんですよ、子供ついてくるんで。でまだちょっとさ、バドミントン要素で言うとさ、技術がそこまでさめちゃくちゃあるわけじゃないじゃん、だからさ球筋がさ厳しい、子供に対して打ちにくいところに打つところと、はい、打ちやすいところに打つところって言ってっていうパターンでいくと、打ちやすい場所に 2,3 発打たせてから打ちにくいところでそこ取れなかった時にそれを指摘するみたいな感じのさスタンスでやらないといけないので。質問です。個人レッスンとクラブチームはどちらの方がいいですか。シングルやってんのかな、ダブルやってんのかな。ダブルスだったらもうまさにパートナーと一緒に個人レッスン行くのが一番いいと思いますね俺は。だってさ結局さ10人いたらさ打つ時間だって10分の1になるわけでしょ、じゃない。でもさ個人レッスンだとやっぱできるからね、なんか逆に どっちがいいっていう良さがあるんだお互いに。でも個人レッスンで習ったことをクラブチームの練習で活かせばいいんじゃないかなと思うよね。だってクラブチームの練習で習った、クラブチームの練習でやったことを個人のレッスンで発揮することはほとんどないじゃん。クラブレッスン、クラブチームの練習でうまくいかないなって思うことがあった時に個人レッスンに行くわけじゃん。普通の今僕のレッスンっていうのは大体2時間レッスンなんですよ、個人レッスンのね。でそれを例えば10万円なんですよね、2時間10万円なの、皆さんもう YouTube とかで僕載せてるんで隠してもないんで言ってますけど、それが3回ですね、3回以上入ってもらうっていうあれかな、何セッションやってもいいから3回ですね、3人で、そこにプラス交通費とかが入ってくるって感じですね、呼んでもらってるんで。現状はそういう風にやらせてもらってるよね。だから、まあ、お金で言うと30万円は交通費とか別で最低かかるんじゃない。でもそれはその例えば小学生4人いたら、それ小学生その4人をただレッスンというよりは